昨日夜福岡市の交番に包丁を持った男が現れその場で現行犯逮捕されました男は警察官に打ち殺してくれと言いながら包丁を突き出したということです銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは福岡市城南区に住む55歳の無職の男です警察によりますと男は昨日午後10時半ごろ福岡市城南区の佐原警察署 七警部交番に刃渡り17.2センチの包丁1本を持って現れ警察官に包丁を突き出したということです交番には5人の警察官がいましたがけがはありません男は容疑を認めていて死にたかった刃物を持って交番に行けば撃ち殺してもらえると思ったと話しているということです警察は今後犯行の詳しい動機を調べることにしています